でも。ありがとう。味に深みがあります。ジョーちゃん、コーヒーにハマってるらしいな。おじさまの入れたてが飲みたくなったもので。嬉しいこと言ってくれるね。俺帰るからよ、店閉めといてくれな。会社の件は会議に私も参加して思いを真剣に伝えてきた。チェーン店の構想だけじゃなくて会社の今後についてや、お父様のことも。鬱陶しそうな顔の人もいたけど、最後にはしっかり聞いてくれた。緊張して気疲れしちゃった。要人のお相手する機会はよくあったけど、本音をぶつけたことなんてなかったから。経営陣の皆さんとお話しして、奥村フーズは全部任せることに決めた。どのみち私が仕切れるものじゃないもの。世間の批判を真摯に受け止めていたし、信頼して大丈夫だって思えたの。
それで私の将来の目標なんだけど、小さな喫茶店を個人で開こうと思うの。コーヒー豆からサラダまで全部自家栽培、こだわりたいの。どうかな、おじいさまがやっていたような愛されるお店。ここも雰囲気が似てるかな。ええ、分かってる。言葉にするとありきたりな夢よね。でも失敗を恐れてたら何もできないから。お店は卒業してすぐなんてつもりはないの。一時のやる気だけじゃ道楽だもの。勉強して腕も知識も磨かなきゃ。いっそルブランに弟子入りしようかしら。実感がこもってる。実際叶えるのはすごく大変だと思う。でも小さい頃からの夢だった正義のヒロインにだってなれたんだもの。強く思い描いて自分を信じて行動すればきっと叶うはず。よかった、あなたと会えて。やっと分かってもらえる人に会えたって嬉しかったけど、今はもうそれ以上。今後は人に嫌われることもあるかもだけど、あなたがいてくれればきっと大丈夫。この恩必ず返させて。もしもあなたが大変な時は必ず助ける。もっと頼って。やれるって思えるだけの力を自分の中に感じるの。我は何時、何時は我、何時ここにちぎりを決明の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂のくびきを打ち破らん。今こそ何時、女帝の究極なる秘宝に目覚めたり。無人の力を何時に与えん。よしよし、なんだか生まれ変わったみたい。これが新しい力ね。よし、もし無事にお店開けたら、その時はお客さん第一号で招待するね。今から楽しみ。あ、話し込んじゃったね。もうこんな時間。じゃあまたね。ごきげんよう。